さあ、量を見て、あらら？どんな感じでした？テストの。ですよね、テストの話ですよね。楽しみだな。じゃあ三つ編みすんのかな。学生寮は入れず、向こう側も、あ、メイドさんがいるかな。いますね。さて、学校方面行きたいと思います。さあ、外にはあ、いますね。フルですか。あ、そうなん。誰だ、予想しながら行こう。ムンクくん部活入ってないよね。もしかしたら気を利かせてステッカー探してた時に、用務員さんよく頑張ってんなーって、そっからなんかこう気が変わったりとか、ネタも手に入るしみたいな。確かにね、行きたいだろうね。確かに。そうだね。言われるまでもない。まあでも憎まれ口でもなんかこう対等に話してくれる人はいいかもね。おはよう。あ、そうなんだ、ダッシュのタイムまで負けていた。抜け抜け。まあでも嬉しいんじゃないね。なるほどな、面白いね。さあ、中庭に来ましたけど、あ、みん、いや、これはさせられているのでは。あ、単位のダメ、全部落としちゃったね。聞いたよ。でも面目がって思ってくれてるんだね。そういうことか。あ、そうなん。へえ、面白いな。朝から精が出ますね。うん、あー、ラオラのことかな。でも班が違うんだよね、申し訳ないことに。で、記述棟の前に誰かいますね。誰かな。あー、この二人か。でも乗っけてくれるんだ。だって女子しか乗せたくないって言ってたよね。確かに。相当広いよ、ノルド高原。さて、建物内容飛んでいきま、あー、開けたいね。ノルド高原って開けるとこあったっけ。でもないと困るよね。でも開けてくれる人誰だろうってなってるので、ちょっとわかんないから開けときたいんだな。ガンガン開けて、350もいるんです。これ第2回とかはないのか。400、うきついな。ガイアス系はね、開けやすいね。ガイアス全部開いたね。あ、350も無理になっちゃったな。400か。いや、まあ開けようか。で、250、
行くか。行こう。構わん。よし。オッケー。結構空いたんじゃない？よし。すっきり、あ、外出ちゃった。技術棟から行ったから旧校舎に行き、誰もいないのを確認し、ギムナジウムに行き、誰かいる？誰もいない。トア会長、あ、トア会長ここじゃないか。誰もいないね、ギムナジウム。中庭図書館。こっちか。あら、何してるの？ほうほうほう。シスターの鏡。なんだろう、いつも通りな感じもするけど。いや、いいです。急ぎますので。エマくんも。心得があるの。深夜明けだからこそテンションが高いくなる人もいるよね。私はどうかな。ちょっ、2、3時間寝たぐらいだったらなんかイライラしない？しないかな。学生会館。トマトサンド結構良かったね。5個ぐらい買っとこう。ちょうどいい。1500回復ちょうどいい。自分たちで作りたいけど、トマトサンドの作り方教えて。確かにそうだね。うん、めったに体験できないよね。ああいう遊牧民的な感じの生活。あの、テレビのさ、番組でさ、陸海空、地球征服するなんてって番組あるじゃん？あれの、なんだっけ、バイキング西村が、インスタグラムのいいねの数だけでお金もらって旅する番組があるんだけど、あれすごい面白かった。モンゴル編すごい面白かった。はい。トワ会長天使だ。はい。では一応3回見てくるか。もしかしたらパトリックが立ち尽くしてるかもしれないから。さすがにいないね、朝からね。朝っぱらからいませんわ。これで全部見たかな。じゃあ本校舎行きましょう。一番上は誰もいなくって2階行き、誰かいませんね。1階はいますね。おはようございます。同じですね、2階目も。よいしょよいしょ。あら、点数、あ、そうか、ちょっと点数それつけ終わってんな、3日後だし。はいはいはい。はーい。国境のゼンダーモン、名将と呼ばれる方がいらっしゃる。ほほーん。それはいきそうですね。はーい。ちょびひげおやじ。へいへい。へいへい。はい。一度勝ったからといって思い上がらないように。勝ち負けじゃないでしょ。やん、ちゃんと正々堂々やってるでしょ。そこで疑うのはちょっと、
かわいそうというか失礼というか微笑ましいですね。え、ちょっと待って、見えてるくない？あ、すごいね。中庭の様子見えるじゃん。今知ったわ。へえ、細かーい。おはようございます。どのような方なんでしょうね。一人は知ってるな。楽しみですね。戦士の奇跡は楽しみがたくさん待ってますね。はい、というわけで一応全部見たはず。見たね。よし、じゃあ駅に行き、では駅に行きましょう。はい、駅に入る。みんなはもういるのかな。みんなっていうか他の4人。あ、いますね。フィーはフィーが画面に映ってない。うん、私たちが言うことじゃないんかな。そういえば一緒に実習に行くの初めてだね。お互い頑張ろうね。エリオットくん天使すぎる。別にいいよ。全員とも、あ、そういうこと言わない。まあね、ラウラがそういう態度だったらってめんどくさいし、別にいっかみたいな感じになっちゃうよね。すごい。本当。なんということでしょう。うん。あ、そうなんだ。的にはあ、うん、まあしょうがないね。ルーレシて、え、そんな乗り換えあんの大変だね。貨物路線に乗り換え、うん、あ、そうなんだ。楽しみだな。ちょっと飴を舐め始めてしまいました。で、切符を渡し、8時間か、なかなかですね。ここでシャロンさんが来た記憶があるんだけど、気のせいかしら。気安変わったな。良きかな、良きかな。またブレードとかやるんかな。まあやるだろうな。一応班は分かれて乗るんだね。そんな風に入ってたんだ。一応一人一人の取り分あるんだね。アリサ食べてる？すごいね。
古代文明の遺跡、ちょっとそっちいいね、楽しそう。あ、そうなんだ、海見るの初めてなの、エリオットくん。ランの上陸作戦についてた時煽っていくまあでも本当のことだもんね。聖女のお城、動園グリーン城、わあ、へえ、そうなんだ、見てみたいなね。ピンをまた意地悪にそういうこと言う。悪気、まあね、悪気はないだろうね。それでも列車は進むのです。と言ってルーレシ行って乗り換え、トリスタから上下、結構あれなんだね、路線あるね。ヘイムダル、ヘイムダルの玄関口、相変わらず巨大すぎる駅だよな。帝国どころか大陸最大の駅と聞く。大小合わせて10もの路線が集まる場所は他にないだろう。すごいね、10か。初めてここで乗り換えた時は人の多さに唖然としたが、さすがに早朝は少ないな。どうしたマキアスかわいい諦めるの早いすぎあー面白い。うん、そうだね。うん。じゃあお互い健闘を祈る。うん。リーハンが向かうのは西、カイト、オルディス方面の路線。北東、コートでいいのか？ルーレ方面の路線。うん、ほんとね、エリオト君も行きたいだろうね、仲良くしてるし。うんうんうん、誰が見てる、なんだこれ、誰の声、あ、お、これはエリゼ、エリゼちゃん、エリゼちゃんであった。ひょっとしてかっこいい男の人でもいたあなたのお兄さんみたいな。むしろお兄さん的なまたそんな、その知り合いに似た人を見かけただけです。朝早くにテートにいるわけがないので見間違いだとは思うのですが。うん、知り合いね。でもあれだね、ここでお話できたらそれはそれでちょっとなんか、それはそうと否定しないんだ、あなたのお兄さんがかっこいいってことはもう知りません。かわいすぎかまったく姫様は教えるんじゃありませんでした。姫様、嘘嘘、怒らないで。お詫びにマリアージュクロスの新作をプレゼントしちゃうから。物で釣られちゃうの大人の女性向けの下着じゃないですか。あ、そうなのすみません、クレア大尉。クレア大尉、ここでごめんなさい、呆れさせてしまったかしらとんでもありません。まもなく離宮行きの特別列車が到着いたします。今日一日お供をさせていただくのでどうかよろしくお願いします。うーんこちらこそ。
よろしくお願いいたします。ここでリン君と会えたらちょっとキュンキュンなんだけど、まあそれは仕方ないですね。じらしていくのが奇跡です。さて、帝都ヘイムダルで乗り換えをしまして、北東ですか、ルーレ市に行くんですね。はい、ノルド高原について説明しようと。ノルド高原はエレボニアの北東方面にある高原地帯。ルーレ市の北に広がるアイゼンガルド連邦を越えた先にある山の向こうってことですかね。かなり大きな山岳地帯と。列車だといくつものトンネルを抜ける必要がある。帝国に来る途中何度もトンネルを通ったものだ。そこを越えると一点として、遥かなる北の山山々に囲まれた広大な高地が広がっている。帝国軍の拠点などを除いて人が住んでいるのは俺の国境であるノルドの民の集落のみ。人よりも羊の方が多いくらいだ。異教の地か。絵本で見たような光景が広がってそうと。ノルドといえば群馬の生産の育成。ああ、なるほどね。帝国向けの馬を育てることを生業としてる。黄金の群馬。群馬でいいのかな。だね。午後4時過ぎくらいか。グレード草の。選挙ゆうじつありがとう。いらんのかね。ちょっとね、気になっちゃうよね。間違えた。どうしたらいいんだろうね。アーサーって名前なんだ。アーサー王にゆかりのある感じの馬の名前なんですかね。私馬肉好きなんだよな。馬刺しが好きすぎる。馬刺し食べたいだね。2ヶ月ちょいぐらいか、2ヶ月半。さて、ブレードで一通り遊んでいきますか。
動画に残す、ね、まあ見たくない人は飛ばしてください。とりあえず残しながらやっていきましょう。さあドローしてちょうだい。うん、こちらの先行ね。3ね、弱いのから順々に出していきましょう。ボルト、こんなに使っちゃっていいかな。やってくれたわね、やってくれたわね。そんなのあり？これって1で終わっちゃいけないんだっけ。これ1使えないよね、別に何もなくなってないし。これいいのかな、良くないよね。私の勝ちね。1いつまでも持ってたのが良くなかった。1ってあ、違う、間違えた。1ってミラーの時も使えるのかな。お手柔らかにお願いします。うん、今の絶対勝てる試合だったのに。さあ悔しいな。カードを引きましょう。ちょっと1の扱いが下手だな。そちらの先行ですね。同点、仕切り直しですね。こちらの先行ですね。うん、そうね、ボルトされたら1で復活させたいんだけど、そうきましたか。ボルトです。よし、これで戻してミラーして、これは勝ったっしょ。やられました、完全に勝ちました。負けちゃいました。はい、オッケー。じゃあもう一人誰だ。ヨーシス。仕方ない、付き合ってやろう。はい、すんまはん。特殊カード待って、ちょっと多めだな。カードを引くがいい。俺から行かせてもらうぞ。うん、食らうがいい。ほい、食らうがいい。ミラー、チョコ剤な、チョコ剤な。味な真似を、味な真似を。これも勝ったのでは。味な真似を、チョコ剤な、チョコ剤な。イエーイ。暇つぶしにはなったぞ。大差、7来るとでかいな。今2枚あったしね。よし、じゃあガイウスやろう。うん、それでは始めてみるか。ああ、逆に特殊カードが1枚しかない。同点、仕切り直しだな。同点、仕切り直しだな。こんなことある。同点、仕切り直しだな。うん、そちらが先行か。いきなりさんさ。同点、仕切り直しだな。俺が先行だな。うん、ボルトを出そう。うん、悪いな、ミラー。うん、全然大丈夫。悪いな、ミラー。大丈夫だよね。けど、ボルトも使おうかな。やるな。あ、復活する。よかった。悪いな、ミラー。大丈夫、勝った。負けか。だが楽しかったぞ。ありがとう。そう、一番最初のマジでなんか1の扱いだな。よし、じゃあちょっとセーブします。